大谷翔平選手、雄たけびの一発、ドジャースを鼓舞するプレーに世界中が大騒ぎ。見たか、これが翔平大谷だ。ついに始まったワールドシリーズ。今季レギュラーシーズンのア・リーグ最高勝率ヤンキースとナ・リーグ最高勝率ドジャース2チームによるワールドシリーズとなります。なお、両リーグの最高勝率同士が対戦するワールドシリーズはドジャースとレイズが対戦した2020年以来4年ぶりで、短縮シーズンを除くとレッドソックスとカージナルスが対戦した2013年以来11年ぶりのことになります。そして何より1981年以来実に43年ぶりに北米大陸横断の超人気2球団による対戦が実現となります。過去ワールドシリーズでの対戦成績はこのように全11回でヤンキース8勝、ドジャース3勝、通算12度目の対戦は史上最多です。また今回のワールドシリーズ監督対決も注目です。30年前にカリフォルニア大学 UCS とカリフォルニア大学ロサンゼルス校 UCLA という大学スポーツのライバル校同士の対戦でブーン選手とロバーツ選手は対決しており、そこから30年後の今、ワールドシリーズで監督として再激突となります。ワールドシリーズのスケジュールはアメリカ時間25-26日ドジャースタジアム、29-30-31日ヤンキースタジアム、11月に3日ドジャースタジアムとなっています。ロサンゼルスタイムズ紙はドジャース・ヤンキースのワールドシリーズのチケット2枚を購入する場合、約$2,500、約375,000円を準備しておく必要があるとの見出しで、ドジャースがワールドシリーズの出場を決めた翌日に再販価格が急騰した。この対決は野球史上最も伝説的なものであり、アメリカで最も人口の多い都市同士の対戦だ。ドジャースの公式サイトから購入できるチケットは完売。チケット再販サイトスタブハブでの第1戦の最低価格は$1,326、約198,900円で、前日の日曜日から 23% 上昇した。ドジャースタジアムでの4試合の最低価格は$1,268、約19,200円。別のサイトであるビビットシーツでのドジャースタジアムのどの試合においても最低価格は$1,202、約18,300円。スタブハブは今年のワールドシリーズの売上高がすでに昨年のダイヤモンドバックス、レンジャーズのワールドシリーズの売上高を上回っていると述べた。このシリーズは4日後に始まるが、すでに同社が2022年のアストロズ、フィリーズのワールドシリーズで生み出した売上の4倍以上になっている。このシリーズでは、ドジャースタジアムでのチケット価格は比較的お得だ。ヤンキースタジアムでの最初の試合である第3戦の最低価格は、ビビットシーツで、$1,536、約23,400円だった。それは座席ではなく立ち見席のチケットだと、ワールドシリーズの入場チケット価格が高騰していると報道しています。なお、ドジャースのワールドシリーズでの成績はこのようになっています。ワールドシリーズ出場21回、 MLB2 位、ワールドシリーズ優勝7回、 MLB ロヒ、全野球ファンが待ち望んだ東西名門対決。そして大谷翔平選手 VS アーロン・ジャッジ選手。去年大谷翔平選手が MVP 受賞が決まった日には MLB 公式がこのように投稿した2人の愛犬がいつか激突することを望んでいる投稿をしていましたが、それが早速翌年ワールドシリーズという最高の舞台で実現となったのです。ちなみにレギュラーシーズンで50本塁打以上を放った打者がワールドシリーズで対戦するのは史上初めてのことになります。また両リーグの本塁打王が出場するワールドシリーズは1956年以来史上6度目となります。アーロン・ジャッジ選手は23日ヤンキースタジアムでの会見で、大谷翔平選手について打率、パワー、スピード、全てが言うまでもない、今季50盗塁を記録したのは多く語られているけどまだ十分に語られていない、素晴らしいアスリートで球界最高の選手でもあり野球界の親善大使のような存在でもあると絶賛。そのことについて大谷翔平選手は25日球場での会見に、ただただ嬉しいですし、僕自身は彼もベストな選手だと思うし、うちのムーキーやフレディと同じ球界トップの選手だと思うので、そういう選手からそういう風に言ってもらえるのは特別なことだと思うと語りました。またヤンキースのアーロン・ブーン監督はジャッジと大谷の対戦について聞かれると、私はもうアーロンを7年見てよく知り合ってきた、
敬意を払ってきた彼がこのステージに立つことにエキサイトしていると、まずはジャッジ選手と共にワールドシリーズに出場できることを喜びつつ、そして翔平とも対戦してきたが、とてつもない才能だ。ドジャースに移籍した今季、すごいシーズンを過ごしてきた。この対決はこのスポーツ野球界にとって素晴らしいこと、激突を楽しみにしていると話し、また大谷が登板する際に備えて準備はと聞かれると、それについてはあまり考えてなかった。もしもそうなったら、私たちは全てのことに準備する。私たちは全選手、何を投げるか特徴などを分かっている。何でも準備するよと世界一へ向けて準備を怠らないことを口にしました。そして米各紙は今年のワールドシリーズをこのように、大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手らの対戦をスター・ウォーズに例えて報道。ニューヨーク・ポストは、これこそが私たちが待ち望んでいたワールドシリーズだ。メジャーリーグ機構の重役たちは口に出さないかもしれないが、ヤンキースとドジャースの目玉対決は、特に大谷がいるドジャースは本当にすごい。彼らにとって最もうまくいくワールドシリーズだ。ファンたちも大好きで、チケットの価格はもうほとんど数千ドルだ。彼らはどんなコストがかかろうとも、スターたちを見たいのだ。3億ドル、約450億円以上の予算を持つヤンキースとドジャースは、最も高額な年俸を払っている2つのチームだ。彼らは最も高級な投手、ヤンキースコール、ドジャース山本、大谷、最高級の打者、ヤンキースジャッジ、大谷を抱えている。そしてもちろん、将来的に最高級の選手となるであろう、ヤンキースソトもいる。ヤンキースには3人の3億ドルの選手と、7億ドル、約1050億円を目指す4人目の選手がいる。ドジャースには3人の3億ドルの選手がおり、その中には史上初の7億ドルの選手もいる。それが大谷だ。国際的なスーパースターであり、ドジャースは彼の記録的な契約によって実際に大きな利益を上げているという噂が広まっており、それに疑いを持つ者はいない。どちらにしても楽しい試合になる、私たちは待ちきれないと報じています。ちなみに米老星スポーツイラストレイティッドは、リーグ優勝決定シリーズ中にポストシーズンの視聴率が急上昇。どこを見ても素晴らしい数字が出ている。平均視聴者数は2023年より 25% 増で、ベースボールは17年以来最高の数字を記録している。ワールドシリーズの組み合わせはいずれも魅力的。現状テレビにおけるベースボールビジネスの可能性は無限大のようだ。今まさにベースボールが盛り上がっている。多くの人がリアルタイムでボールを追っているのだと報じていましたが、今回のワールドシリーズは間違いなく視聴者数は新記録を達成することでしょう。正直どちらのチームが優勝となっても、ベースボールの勝利といえる試合内容と激戦を期待したいと思います。さて、全野球ファンが待ち望んだ最高のワールドシリーズ、球場大盛り上がりの中始まった試合。大谷翔平選手、第1打席0対0、初回先頭、初球の直球を打ってセンターへ大きな当たりに入ったかと思われましたが、ひと伸び足りずジャッジ選手が取ってセンターフライ。第2打席0対0、3回西、カウント2-2からナックルカーブに空振り三振。4回まで両チーム無得点と投手戦となりましたが、5回裏ドジャースはケイ・ヘルナンデス選手がスリーベースヒットを放つと、スミス選手が犠牲フライで1点先制。6回表、ヤンキース・スタントン選手が逆転ツーランホームラン。スタントン選手、リーグチャンピオンシップで4本、ワールドシリーズで1本と、直近6試合5安打5本塁打、とんでもない当たりを見せています。第3打席1対2、6回無視2塁、内野に大きく跳ねるショートゴロの面白い打球となり、大谷翔平選手猛ダッシュを見せますが、惜しくもアウト。ただその間に2塁エドマン選手が3塁まで進み、進塁打となりチャンスを広げます。1死3塁と1点が期待されましたが、ムーキーベッツ選手サードゴロ、フレディ・フリーマン選手ライトフライで無得点に終わります。第4打席1対2、8回1、2球目を打ってライトへのツーベースヒット、またもあと少しでホームランというあたりでした。そして外野から返ってきたボールにショートがエラーし、その間3塁まで進塁。 WBC メキシコ戦を思い出させるプレーとベンチへの雄たけび。その後ベッツ選手が犠牲フライで試合終盤で大きな1点、同点に追いつきます。そして9回では勝負がつかず、
いきなり第一戦から延長戦に突入。10回表、ヤンキースは1点を取り勝ち越し。第5打席、2対3、10回1試1、2塁、一打逆転サヨナラの大チャンス。初球を打ってレフトファールフライ。ただ進塁打となり2アウト2、3塁。ここでムーキーベッツ選手を敬遠し、西満塁でフリーマン選手、そしてフリーマン選手なんとグラウンドスラム。ドジャースが劇的勝利で先勝しました。明日の第2戦は今日と同じ9時8分から。ドジャース先発は山本由伸投手。山本由伸投手は昨日の会見で、お互いこっちに来てルーキーというか、園田さんは特に違う業界から入ってきたので苦労とかたくさんあったと思う。でもあまりそういう姿を見せることなく、園田さんにとってはすごい1年、ワールドシリーズまで来て最後泣かせたいなと、と語り、記者陣の爆笑を誘いました。泣かせたい、冗談めかして言ったものの、山本由伸投手の本心でしょう。映画業界からの転身で、英語が分かっても野球用語が分からず、今でも悩む日々が続くという園田通訳。園田通訳からも山本由伸投手への熱い気持ちがほとぼしり、韓国でのパドレスとの開幕シリーズで山本由伸投手が打ち込まれると、その後ヒゲを剃る日を当日から前日に変更。シーズンで山本由伸投手が好投して勝ったパンツは勝負パンツとして履くなど、験を担ぎまくっているのです。園田通訳は、本当僕は選手に恵まれました、こんなに幸せでこんなにいい環境でいいのかなって思うんです、と感謝を語っています。同じルーキーとしてドジャースに入った2人、山本由伸投手の経歴はこのように輝かしいチーム成績を残してきているだけに、明日の大事な場面ならきっとやってくれるでしょう。山本由伸投手はメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦、ジャック・フラハティ投手は第5戦で投げていたことから、日本人初となるワールドシリーズ開幕投手に指名される期待がありましたが、今日の先発はフラハティ投手で、ドジャースはフラハティ投手と山本由伸投手を入れ替えた形となりました。山本由伸投手を第2戦で先発させることについて、デイブ・ロバーツ監督は、山本の件は簡単だ、2戦目に登板して第6戦があれば登板すると説明。移籍後はチーム方針で中4日で登板させたことはなく、明日27日の第2戦で投げた後は11月2日の第6戦までに中5日を空けることができ、休養十分でシリーズを通してフル回転してもらおうという考えです。山本由伸投手は今季本拠地ドジャースタジアムでは9試合登板して負けなしの3勝、防御率 2.98、 地元ファンの大歓声を背中に受け、万全の状態でヤンキース切りに挑むことになります。大谷翔平選手が入団会見でドジャースファンに向けて発した第一声、ドジャースファンの皆さん、チームに迎え入れていただきありがとうございます。 100% 断言します、皆さんとチームと共にロサンゼルスの通りでワールドシリーズ制覇のパレードを何度も行うという同じ目標に向かいます。ちなみに大谷翔平選手が高校3年時に記した人生設計シートを確認しておくと、このようになっています。本当に野球漫画の主人公のような人生を進む大谷翔平選手。大谷翔平選手の前へ前へ進み続ける姿勢、本当に私たちに元気を与えてくれますね。大谷翔平選手、 WBC に続く世界一に輝く瞬間、今年実現なるか楽しみです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。